はい、こんにちは。というわけで、はい、やってまいりました。那覇空港でございます。いやー、来ちゃいました。なんだろう、お昼頃に生放送してて、なんかいいよねっていう話をしてたんですよ。お昼食べて、それでお昼食べるからって放送切って、お昼食べて、あれちょっと行くかと思って、なんかテンション上がっちゃって、そのまま来ちゃいました。来ちゃいました。で、今11時前ということで、これからタクシー乗って行っていきたいと思います。沖縄楽しんでみたいと思います。初めて来たんで楽しんでいきたいと思います。沖縄の空港ね、水族館があるの。水族館、水槽があるの。沖縄びっくり。水族館みたいな、もうノリが、南国のノリが空港から広がっておりますよ。いやー、楽しみですね。これがね、沖縄の八重刺しなんですけど、私、ヤギ系得意じゃないんですね。しかし、まあ、せっかく来たんで頼んでみましたが、ちょっと得意ではないですね。得意ではない、やっぱりヤギの匂いですね。得意ではないです。で、こっちが島らっきょう、沖縄県産島らっきょう。島らっきょうはもうめちゃめちゃ美味しい。らっきょう大好き。らっきょうすっごい美味しい。はい、おはようございます。沖縄2日目朝ということで、まあ昨日はねほとんどあの夜について寝ていたんですけど、今ホテルの部屋から出て、ここで見て、これ屋上に来たんですけど、すごい誰もいない。平日なんでやっぱり誰もいないというね、これ独り占め感が半端ない。ここがね温泉で、こっちはプールになっているというね。いや、暑い。あ、すごいね。ここでほら、後でひっくり返って資本主義を感じるわ。これすごいすごいでしょ。まあプールね、入らないですけどね。じゃあ今日はね、寝っ転がってるかどっか行ってきます。じゃあ、名護市来ました。パイナップルね、ここでしか作られてない。違う沖縄県でしかパイナップルはね、なんかできないらしいですよ。はい、こんにちは。私はパイナップルだよ。早く食べて。食べろよ、早く。僕はポムポンポリン、ゴールデンレトリバーの男の子。沖縄ね、これから車でそこ渡ってもらうんですけど、その前にビューポイントということで写真撮っているわけですけど、すごいみんなね、自撮り棒流行ってた。本当にすっごい綺麗。これさ、どうなんだろうな、なんか私は肉眼で見たのと iPhone で見たのだとね、この色の綺麗さがちょっと違う。
やつなんで、変わっていいやつなんだけど、まあ、iPhone 今防水なので、ちょっとこれ、あの真水じゃない、海水なので、まあ、若干アウトなんですけど、若干っていうか絶対アウトなんですけど、まあ、いっちゃいます。触っていいんだって。硬い硬い。ジンベエザメのアクリル板だそうです。603mm、 60cm、 横から見るとこんなんだって。こんな分かったな。はい、ね、白海の水族館の上に来れんの。ほら、ジンベエザメさんとかなんたりか、上から見れる。すごそばばっかり食べてる。めっちゃうまいです、そば。ソーキそばだけあれば幸せ。はい、沖縄といえばやはりちょっと姫入の塔に行きたかったので、来ました。参拝用のお花が売っていたのでこれを買いましたので、これをやっていきたいと思います。以上、杖を落としてくれた。助かりますね。ほら、あれが皆さん、首里城ですよ。復元ですね。猫がベンチにいたら寄ってきました。猫がいっぱい寄ってきてブーブー言ってます。ゴロゴロ言っている。首輪がないのでノラですね。かわいい。椅子に座ったら乗っかってきたんですよ。また一匹増えました増えましたついにこいつ乗ってきちゃいました。ついこいつ私に乗ってきちゃいましたね。これ野良猫本当に乗ってきちゃいました。はい、
い、沖縄終了です。4泊5日という感じでしたよ。まあ、前々3日あったんですけど、観光とダルダルして終わっちゃいましたけどね。明日、朝の便にしちゃったんですよ。朝の便にしちゃったんで、朝、飛行機乗って帰ろうと思います。沖縄は暖かくて良かったです。非常に冬来るには最高ですね。暖かくて。気持ちいい。あと見たかったね。白百合の塔とか、平和記念公園とか、チュアミスとか行けたんで良かったです。あとは成り行きでいろんなとこ行って合わせましたね。沖縄良かったです。本当は暖かいのが一番いいですね。寒いと調子悪くなるって痛いんで良かったです。帰ります。ありがとう。バイバイ。